どうもフランチェスカです。さあ今回はコメントで質問をいただいた内容になるんですけど、前に私がアンテナヘリックスにニードルでピアッシングをした後に10日目、ピアッシングから10日目にもうそろそろいいかなと思って試してみようという気持ちも込めて付け替えてみましたっていう風な動画をアップしたんですけども、その後の経過について一体どうなってますかっていうような内容をいただいたのでお答えしていきたいと思います。本当なら1ヶ月ぐらいつけっぱなしにしといて、でちゃんと安定したのを確認してっていうのが理想ではあるし、安全第一に考えるならその方がいいかなと思うので、大きい声で大丈夫ですっておすすめですっていうようなことは言えないんですけれども、でもね、早くピアス付け替えたいっていう気持ちはね、誰にでもあると思うんですよ。なんで試してみた結果、まあ大丈夫だったんですけど、その後の経過、まあ痛みとかどうだったのっていうお話なんですけど、まあズバリちょい痛かったです。っていうのも、まあもともと安定をしているかどうか置いといて、ホール自体は完成してない。まあもちろんですよね、ピアッシングから10日目なんで、まだまだ傷口は初々しく、新しく新鮮なお肉がはみ出ている部分が多い状態なので、あんまりもちろん刺激をしたら痛いし腫れるしっていうのはリスクは大きい時期なんですよ。なんで付け替えることによって全然平気ですっていうのは表面上だけの話で、ピアスホールの中ではもしかしたらちょっと小さい傷がついちゃってるかもしれないし、何らかの形で刺激にはなってたと思うんで、まあ腫れてるとかちょっと痛みがあるなとかは仕方ない話だし、もしかしたら付け替えなかったとしてもまた腫れてくる時期だったのかもしれないしっていうのもあって、どうして痛みがあるのかっていうのはどっちがどっちかは分かんなかったんですけど、もう私の場合10日目で付け替えて、でちょっとだけなんか痛いかもしれないなって、でも別に肉具ができたわけでもないし、通常通りちゃんとしたケアを行ってると今のところは問題なく安定に近づいてきてくれている状態です。で、ちなみに何日目かは忘れちゃったんですけど、10日目で付け替えた後さらにまた何回か付け替えてて、まあ付け替えようと思って付け替えたのと、あとお風呂でバーベルのキャッチというかボールを紛失してしまっていつの間にか取れちゃってて入れ替えたとか、そんなのもあって何回かは付け替えてるんですよ。どうした？まあそういう何回かいじってる状態で今のとこ本当に問題がないし、まあ押さえたりね、引っ張ったりしたらまだもちろん痛い時期なんですけど、でも問題は特にないかなと個人的には思っておりますっていうのが現状です。なのでもし付け替える時期を早めて10日目とか1週間とかでピアスを付け替えてみようかなって挑戦してみたいなと思っている人は、まあ、ちゃんと清潔に保つことと、その後のケアもちゃんと怠らずにやること、トラブルが起きそうだな不安だなって思った時点でちゃんとした対処が取れるようにしておけば個人差もあると思うんですけど、私は大丈夫なんじゃないかなと思ってます。まあ痛みがひどいけどやりますっていう風な危険なことはね、もちろんやめた方がいいと思うので、自分の耳とかピアスの状態を見ながら挑戦してみてください。それでは今回は私の開けたピアスのその後の経過についてお話をしてきました。コメントいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。他にも何か質問コメントリクエストありましたら、この動画のコメント欄に書いていただけるとチェックしていますので、ぜひぜひお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたら高評価、そして他にもピアス関連の動画アップしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。一緒に映る？ほらほらカメラよ。待って。待ってじゃん。待ってじゃんカメラよ。ほらほらほら。待ってじゃん。あれよほら。ほらほら。あれ。待ってじゃん。おいおいおい反抗期かいたたたた。